とうと、出ましたね。Z72 と Z62 ですね。えっ、ー、とうと発表されて、えー、内容がですね、えー、浮き彫りになって、そのスペックがですね、とうとうベールを脱ぎました。はい。というわけでですね、今回もですね、えー、こうです。本日もですね、動画のご視聴ありがとうございます。というわけでですね、Z72 と Z62 のですね、えー、カタログスペックっていうのがですね、まあ分かって、どういうカメラなのかっていうのがですね、えー、浮き彫りになった状態になりました。はい。その中で、まあやっぱりこのカタログスペックを見た感じではですね、 ちょっと画家 しっかりしたとかですねまぁ、あ、ちょっとうーんと思う方もですね中にはいるかと思うんですけども私はですね結構満足な内容だったと思っておりますはいまあそのですね理由にもついてお話をしていきたいと思うんですけどもまあ、その中で今回ですねまぁ、あ、その、えー、z 7 2と z 6 2のですねまあ、スペックに関してお話をですねまあ、してもちょっと仕方ないかなっていうふうにですね、えー、思っていますなのでまあ、そういったですね細かいスペックっていうのはですねニコンのですねサイトで比較評 があるのでまあそれで見ていただくのがですね一番わかりやすいのかなというふうにですね、えー、思っておりますはいでその中でまあざっくりですねえっ、ー、と z シ Z6 からにです、ねまあ、どの辺がですね、ちょっと変わったのかっていうのをですね、まあ、軽く取れるとするとですね、まあ、画像処理エンジンがですね、デュアル XPEED6 っていう形で、まあ、XPEED6 がですね、まあ、2つになって、それによって、ね、処理速度が上がって、まあ、連射が増えたりとか、あとは A f の性能がですね、ちょっと上がったりとか、まあ、そういったところにですね、関係しています、はい。あとですね、電子ビューファインダーのところが、まあ、ちょっと、えー、見やすくなったっていうところですね。電子ビュ いうファインダーの解像度は変わってないんですけども、まあ連写時のですね。パラパラ感っていうのがなくなったっていうところですね。あとはダブルカードスロットになったっていうところはすごく大きいですよね。はいまあ、この辺ですね。やっぱあのユーザーの意見っていうのをかなり、えー、採用している部分があると思います。まあ、連射性能のですね。向上っていうところもあるので、まあ、この辺もですね。結構大きなスペックアップになっていると思っております。はい、あとはですね。まあ、af の性能が向上したとかですね。縦型グリップに。えー 対応すするようになったとかですね、えー、動画でも瞳 F が効くようになったとか、まあ、細かい点いっぱいあるんですよ。で、えー、この辺からですね、まあ、ニコンのユーザーとしてですね、まあ、ニコンのメーカー にです、ね、まあちょっと思うことがですねちょっと私の中で結構出てきて、まあ、その辺をちょっとお話ししていこうかなっていうふうにですね思ってます。なので、えー、私がですねそのニコンをなぜ使うのかっていう理由が、えー、今回ですね、まあ、Z6II Z7II との発表 表とです、ね、えー、それのですね、まあ、そのスペックの中身を見ていくうちにですね、あれこれニコン、俺、こういうことで好きだったのかなっていうふうなところにですね、ちょっと気づいたんですよ。まあ、その辺をですね、ちょっとお話ししていきたいと思いますので、えー Z 6、Z62、Z72 のですね、スペック詳しくですね、まあ、比較しながら見たいっていう方はですね、えー、サイトの方をですね、比較しながら見てもらった方がすごくわかりやすいと思いますので、ここで私がですね、一つ一つですね、あ それをお話しするよりもまあ えっと、表で見ていただいた方がすごく分かりやすいかなっていうふうにですね、思ってるので、今回はちょっとですね、その Z72 と Z62 の発売によってですね、私がこのニコンに感じた思いっていうのをちょっと、えー、お話ししようかなっていうふうにですね、思いました。はい。というわけで、まあ、ニコンのですね、今回の発表によってですね、まあ、正直なところですね、スペック上としては、なんかそんなにパッとしないようなですね、えー、新機種、 のようなですね、やっぱイメージ持った方結構いるんじゃないですかね。まあ、そんな感じはしますけどもねですね、まあ、結構いろんなところですね、アップデートされてるんですよ。ただですね、まあその、お 好きな、このメインとなるものっていうところがですね、やっぱりポンとですね、打ち出すものがないので、その辺がですね、やっぱりちょっと、えー、大々的にこれが新しい機種ですみたいなですね、感覚がないところがですね、新機種感がないところがですね、まあ、そこがちょっと、うん、どうなのかなって思う人がいるのかなっていうふうにですね、えー、感じました。それがですね、例えば、えー、キャノンだとですね、まあ、8K 動画が撮れるようになりますとかですね、あと ソニーとかだったりですね、7S3 みたいにですね、4K120p とか撮れますよとかですね、そういった暗所にめちゃくちゃ強く明るく撮れますよっていうですね、そういったちょっとですね、抜きんでたというかですね、まあ、ここすごいですよみたいなところがですね、まあ、ないんですよあの。正直、そのニコンの、えー、カメラに関しては、ここめっちゃすごいですよっていうところがなくて、 で、えっ、ー、とまあ、単純に前の6えー、z6z7 からですね。そこをまあ、アップデートという形で改善してきたっていうところなんですよね。まあ、ここがですね。僕結構この点がですね。ニコンを使う人、結構大きいんじゃないかなっていう風うにですね。思ってます。これがですね。どういうことかというと例えばですね。私が使っているこの d750 はい。まあこれ結構好きなカメラなんですけども。 これですね、まあそこそこ不満点っていうのもあるんですよ、やっぱりですね。このプレビュー画面での AF が弱くて、まあコントラスト AF になるので、まあピントが合いにくいとか遅いとかですね。まああとはちょっとあのこういうボタン類の配置なんかもですね、細かいところに若干不満がある点があるんですけれども、それをですね、まあユーザーの声をですね、反映させて、例えば D780 なんかはですね、そういった弱点と思われてたところを全部改善してきてたんですよ。 で、それによってこのですね、まあ、D750 ですね結構好きなものなんですけれどもさらにですねそこから、まあ、ユーザーがですね一番求める D780 っていうところをですね、まあ、発売してきたっていう経緯があります。で、ででそこからですすね、ね、やっぱりあの読み解くと、ね、Z6 Z7 Z6 Z62 Z7 Z72 かかから、えー、かららにになななっっったたももののそしてて経緯っていうでですす、ね、同じなんですよ例えば、XQD カードのみだったのを、えー、ダブルスロットにしてみたとかですね、その XQD もですね、ちゃんと使えるようにして、えー、ダブルスロットにしたとかですね、えー、そういったところもですね、あのユーザーの声を必ず反映させながら、えー、作っていますし、あとはですね、やっぱり連射速度を上げたり とかそういったです、ねまあ、細かい点を、えー、ちょこ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 、えー、改善していって。 カメラっていうのがです,ね新しいとなんですよねでこれがまあどういうことかというと他のカメラと違って他のカメラはですねやっぱボンとこういうカメラを出すんで使ってみませんかっていうですね、えー、そういう大々的な広告を打ち出した感じのカメラだと私はですね印象的に思っています、はい、ただニコンのカメラっていうのはですねそういう、えー、これボンと出してこれ使ってみませんかじゃなくてですね あのここ改善しましたよっていうカメラなんですよ、うん、なので、えー、そういったところがですねすごくあのユーザーに寄り添ったメーカーなのかなっていうふうにですねちょっと感じましたはいなので、えー、そういったですねまあどうしてもですねスペックを上げていくと 価格っていうのも上がっていくんですよ。で、その辺をですね、ちゃんとあの据え置きというか、前のですね、機種よりもはるかにですね、金額が上がるわけではなくてですね、その辺もですね、その、例えば Z6 II なんかは25万ぐらいでですね、26万とか5万ぐらいで抑えられるようなですね、内容なんですけども、確実に前のですね、6よりもスペックが上がって、使いづらかった点っていうのをですね、改善してきている。弱点をですね、必ず改善してきたものっていうのを出してるんですよ。 はい、その辺がですね、まあ、すごく、なんていうのかな、ソニーとかキャノンとちょっと違って、ユーザーと一緒に、えこのカメラを完成させていこうとしているえところが、なんか、好感を持てるんですよね、そういうところが。 はい。なので、少しずつユーザーと一緒にですね、あの、究極のカメラを一緒に作っていきましょうっていう考えなのかなっていう風に思えるぐらい、この寄り添ったカメラっていうところが、ま、すごく、え、好感を持てました。で、え、その中で印象を持ったのが、え、ニコンの中ではカメラがメインではなくて、そのカメラを使う人がメインなのかなっていう風にですね、思って、あくまでもカメラはですね、サブキャラっていう形で、メインキャラではなく、 サブキャラといいうう形でで、えー、そういったですね、えー、サポートする役目のようなですねそういったコンセプトで作っているのかなっていうふうにです、ね、思えるような、えー、カメラなんですよねなのでまあ、ニコンを使ってる方っていうのはこういうですねまあ、一緒にそのカメラを作り上げていっている感があるのかなっていうふうに思って、えー、長くニコンをですね使っている 人が多いのかなっていう風にですね感じました。で逆にスペック重視の人はやっぱりキャノンとかソニーの方に移る人が多いかなっていう風にですね、えー、思います。なのでまあ、そういったですねちょっとカメラを一緒に作り上げていってる感があるという風うに感じている人はニコンをですね使い続けているのかなっていう風うにですね、うん、まあ、個人的にはですねちょっとそういう感じを受けました。はい。 なので、例えば、まあ、キャノンのですね、R5、R6 のですね、発売、発表の時はですね、どういうものかっていうのをですね、大々的にはですね、打ち出さなかったじゃないですか。まあ、こういう 8K のカメラが出ます、こういうのが出ますよっていう、そのベールに包まれた感があって、 で、その発表の時に、ボーンという感じで出したんですけども、ニコンの場合は、えー、例えば昨日発表があったんですけど9時からですね、その前にもうカタログスペックっていうのをですね、えー、サイトに載せてるんですよ。Z62 と Z72 のスペックっていうのはこういうものですよっていうのがですね、もうあのカタログスペックとして、ね、出てたんですよ。4時ぐらいですね、あのメールが来てたので、えー、それ見ると、あれここもうあのどういう内容かわかるじゃんっていう風にですね、思ったんですよ。まあ、わざわざ 9時のですね、えー、その発表をですね。見なくてもいいじゃん。っていう風に思ったんですよ。まあ、そういうところがまあ、ちょっと売り出し方が下手な下手っていうかですね。あの、あんまりそういう課題広告をしない感じがですね。うん、まあ、やっぱりそのサブキャラとしてカメラを持ってるのかなっていう風うにですね。思いました。なので、あくまでも。えー カメラっていうのは道具として使うもので、それをですね、使う側がどう使いたいか、えー、どういうふうに使うのかっていうところをですね、えー、考えながらそれをですね、まあなるべくカメラに反映して、えー、そういった操作性とかですね、えー、そういった使い勝手っていうのをですね、まあ重視してるような感じがやっぱカメラにもですね、感じられるんですよ、使っててですね。でそういうところがですね、やっぱりあの、えー、ニコン好き、 にはですね、えー、たまらないのかなっていうふうにですね、えー、感じたので、この辺をですね、まぁ、あ、ちょっと Z62 と Z72 の発表の中から、まあ、個人的なですね、見解なんですよ、これはですね。個人的な見解なんですけど、まぁ、あ、そういうところをですね、ちょっと感じたので、うん、まあ、今後もですね、ちょっとやっぱりニコン使って、 で、一緒に、そういった次のですね、Z7 III、Z7 IV とかですね、まあ、ちょっとずつでもいいので、改善していきながら、究極のカメラをですね、えー、みんなで目指しながら作り上げていけたらいいなっていうふうにですね、まあ、ちょっと感じました、えー。ただですね、やっぱりあの、スペック、 とですね、価格とバランスってすごくいいんですよ。ここがですね、ニコンってですね、スペック上だけを見るとですね、まあ他のカメラと比べてそんなにですね、えっ、ー、と何かが引いててるわけではないので、そんなにですね、ここがすごいんですよっていうのはないかもしれないんですけども、ただですね、やっぱ価格とのバランスがすごいんですよね。あのスペックをですね、 26万で買えるっていうのはですね、お得なくらいの感じがするカメラなんですよね。なので、えー、そうですね、今回ちょっと z 6つ買ってみようかなっていうふうにですね、思っています。で、AF の性能がどこまでちょっと改善してるのかなっていうところが気になるところなんですね。で、他のところですね、まあ、前回ちょっとあの動画の中で、私がですね、Z6 を買わなかった理由として、動画を撮影した時、 にそのログ撮影がですねまぁ、あ、内部メモリーに保存されないとか、えー、そういったところの不満があったんですけどまあ今回もですねちょっと改善はされてないんですけどもまあ、外部メモリーに、えー、保存すればいいんですよみたいなんですね、えー、そういったまあニコンさんが、えー、動画としては、えー、ちょっとサブ としてつけて、まあ、えー、メインとしてはやっぱりカメラ、えー、スチールとして使ってもらった方が嬉しいですっていうですね、そういうメッセージなのかなって勝手に解釈はしてるんですけども、まあ動画もですね、そういったピクチャーコントロールなんか使っていろいろですね、いろんな色合いとか作れますし、まあその辺ですね、ちょっと使ってみたいなっていうふうにですね、感じています。まあ、ログ撮影しなくてもですね、いいのかな、まあ写真だけちょっと楽しみながら、えー、z 6 i ちょっと買ってみようかな、 っていう風なですね、ちょっと気持ちの揺らぎがあるのでまあ今回はですねちょっとあのこういう緩いちょっと動画なんですけども今回のですねまあ、発表を受けて。 ニコンとしては、えっ、ー、と、ユーザーと一緒にですね、カメラを作り上げていきたいのかなっていうふうにですね、感じたので、まあ、その辺をですね、ちょっと考慮しながら皆さんもですね、カメラ購入していただけたらなっていうふうにですね、思っています。なので、まあ今回、Z62 がですね、11月6日に発売ですかね。まあ、そう この時点ではまだ買わないかもしれないんですけど、今年中来年初めぐらいにはちょっと購入してみようかなっていうふうにですね、えー、思ってますので、えー、その時はですね、ぜひ Z62 のですね、お話もしていきたいと思いますので、えー、その辺もですね、参考にしていただけたらと思っております。はい。というわけでですね、今回の動画はここまでになってますので、えー、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。